ではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。です。その回答を美子先生に100点満点で採点していただきます。です。得点の結果はランキングにも反映されますので皆さん頑張ってください。です。今月のカードはマジカルフェアリーオラクルカードです。素晴らしい癒しの力を持った妖精が描かれた人間関係や健康問題や経済状況など日常的な悩みの手助けをしてくれるカードなんです。今週の占いのテーマは金運です。金運でございます。はい。そして対決は織塚ちゃんと前田ちゃん。行ってみよう。入ってこいってどういうことですか。このカードです。お、金運ですよ。鑑定開始。ちょっと考え込んでるのでもしかしたら今ちょっとお金に悩んでるのかな。どうなんだろう。ストーンってなってるので。そこまで。あなたのその願いとかね、今で言ったら金運というのは冬になったら実を結びますよとか結ばれますよっていう意味があるんですけど、今金運っていうのは例えば伸びやかに上昇していくっていうよりもちょっとストップしているっていう感じするんですね。なので今無理しないでできる範囲でちょっとコツコツやっていくっていうのが今はちょっと辛抱の時かなっていうところですかね。何点でしょうか先生。じゃあの71点で。71点でございます。すごい。はい、はい、実はどんなカード。これで。はい、それ鑑定開始。少女が、あ、この精霊さんがね、あの蜘蛛の糸の糸を歩いてるわけですよ。これは本当は精神状態今良くないんですがでもあなたのことを支えてる人、見守ってる人はこんなにいるよっていうのがこのね、花々、リス、蝶々から読み取れます。そこまで。あなたにはちゃんと力がありますっていうカードなんですよ。そうなんだ。なのでもこの子まだ子供で、あのちょっとよちよちっていう感じで蜘蛛の糸の上、あとこう危なしい感じで歩いてるんですけども、ちゃんと渡り切ることこの子できるんですね。でもこの子がもし自分で、ああこれ落ちるだろうなって思ったら落ちちゃうんですよ。そうなんだ。でもこの子は自分は渡り切れるっていうことを信じてるからちゃんと渡り切れるんです。で自分の中にそれが達成できるっていうことを分かってるもう一人の自分っていうのがこの子の中にはいるので、あなたもそうなんですよっていうことなんですね。何点ですか愛ちゃんの。79点。おー、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 